絵の具。絵の具は、絵画の描画、着彩や工芸品等の彩色に使われる材料。絵の具は、剣色材と転色剤からなる。大抵は他に除剤が加わる。以下のように、種類分けできる、水性の絵の具と油性の絵の具がある。入濁液による絵の具は、入濁液を用いたものであり、油の中に、水性の粒子が分散した、乳濁液と水の中に、 油性の粒子が分散したお乳楽液がある。水で希釈できるお乳楽液の場合、乾燥後は耐水性を持つ。水彩絵の具はアカシア樹脂を固着剤に用いる。普通水彩絵の具と呼ばれるのは透明水彩絵の具である。不透明水彩絵の具にはガッシュ・ポスターカラーがある。乾燥した後も水に溶ける。その性質を利用して固形水彩絵の具や 岩菜のような固形の絵の具も作られている。水晶テンペラは、卵、カゼイン、ニカワ、アラビアガムなどを転食材とし、普通卵黄由来の脂質、または乾性油のエマルションを含んだ絵の具である。多くは乾くと耐水性を持つ。水晶アクリル絵の具は、20世紀に入って登場した合成樹脂、アクリル樹脂エマルションを転食材とする絵の具。 乾くと耐水性を持つ。水性アルキド樹脂絵の具は乾燥固化すると耐水性になる水性絵の具の一種。約30分で素早く乾き、約1ヶ月半でじっくり耐水性になるので修正やグラデーション表現にも向き、道具やシンクを汚しにくい。アクリル絵の具のバインダーは濡れた状態では白濁しているが乾くと透明になるのに対し、 水ア歩き土樹脂絵の具のバインダーは濡れていても乾いても透明に異状態であるためアクリル絵の具に比べて水ア歩き土樹脂絵の具の濡れ色と乾き色の差は少ない。ただし多めの水と2つ以上の顔料の混合で顔料の比重の差による顔料の流動と偏在の影響など要因が働いた場合アクリルとの単純比較ができないケースもある。株式会社草壁の商品 ディステンパー、またはデトランプは、ニカワ、カゼイン、アラビアガムといった、水溶性の固着剤を用いた、絵の具、塗料である。多くは、白色顔料と混ぜて不透明にし、室内装飾や舞台美術に用いられる。日本画で使われる、岩絵具や水管絵の具、古分などは、転色剤の混ぜられていない顔料であり、ニカワ水で溶いて用いられる。 日本画の固形絵の具、棒絵の具、岩彩、鉄鉢は、顔料を、ニカワや蜜蝋、アラビアガムで固めたものである。油絵具は、空気中の酸素と結びつくことで、化学変化して、皮膜を作る、完成油を固着剤に用いた絵の具。油性アルキド絵の具は、完成油の性質を持たせたアルキド樹脂を、転色剤に用いた絵の具である。アルキド樹脂は1950年代に、 油絵具用の速乾メティウムに用いられ、1970年代に独立した絵の具に使われるようになった。溶剤型アクリル絵の具は、20世紀に入って登場した合成樹脂、アクリル樹脂を固着剤とする絵の具、絵画修復などに使われる。材質、色漆は、漆に顔料を混ぜたもののこと。漆の樹液は、 油性の成分中に水分が分散した、母乳濁液になっている。酸化酵素の作用により、主成分ウルシオールが被膜を作り硬化する。絵の具を選択する上で重要な指標になるのは、それぞれの絵の具に使用されている顔料であり、専門家用の製品であれば、それぞれの製品やパンフレットに使用顔料が明記されている。特に実用的な判別方法として、 カラーインデックスに従った名称、特にカラーインデックスジャネリックネームが記載されている。ただし、松田油絵の具株式会社のようにカラーインデックスジャネリックネームを使用してこなかったメーカーもある。だが、松田油絵の具株式会社は2011年頃から対応を変更し、パンフレット等にカラーインデックスジャネリックネームの記載をするように変わった。 カラーインデックスジャネリックネームが同一の絵の具であっても同一の顔料が採用されているとは限らないが、総じて物性的には同様であると言える。また、特定の絵の具メーカーが特定のカラーインデックスジャネリックネームを有する顔料を数多く製品化することはほとんどない。複数の顔料の併用によって成立している製品を使用している場合に、 使用している顔料を個別に製品化したものを見つけ出し、より広範囲の色調を効率的に表すことが可能になる場合もある。ただし、複数の顔料の併用によって成立している絵の具製品に使用されている個々の顔料のすべてを単一顔料として絵の具に採用していないメーカーも存在する。近年ではメーカーが製品に使用されている顔料のカラーインデックス、 ジャネリックネームを公開するようになっているが、特に日本のメーカーの場合は依然として複数の顔料を使用した製品が多く、基本的な知識のない消費者が効率的に効果的な絵の具を選択できる状況にない。現在一般的なチューブ入り絵の具は19世紀になってから開発された。それ以前は画家の弟子などが顔料と完成油などを練り上げて絵の具を作っていた。 一般の人で絵の具を作る人は少ないが、絵の具メーカーは、顔料メーカーが製造する顔料を小分けにして、販売する一方で、絵の具の手練りの仕方に関する冊子を作るなどして、知識の普及に貢献しているの、自作することもできる。顔料と転職材を練り上げれば、絵の具になる。大規模な画材店などで市販されているアルミチューブ、尻を折っていない状態に爪チューブの尻を折れば、 チューブ入りの手練り絵の具を作ることもできる。手練りの絵の具と市販の機械練りの絵の具は、練成工程、練肉や絵の具の組成の違い、品質管理の仕組み、利順の確保の有無など、異なる点が多く、性質は異なる。西洋では現在でも作家が絵の具を自作することが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。